あれもっと買ってなかったっけ、うまいぞ。くるくるちょもちょも、くるちょもちょも、今日はいい日だね。ちょっと遠目から撮ってます、くるぶしです。はい、ありがとうございます。今日もくるちょもチャンネル東京で、くるぶしがあなたの夜を一人占め。今日はお客さんにもらった孤独のグルメ T シャツです。ありがとうございます。今日はですね、ただひたすら駄菓子を食べようかなといよいよな企画になってきました。リスナーさんに、好きな駄菓子をですねちょっと聞いて、買えるもんだけちょっとね、買って集結させてみました。その駄菓子と一緒にセブンイレブンでですね一番、高いビールを買ってきました。それがこちらです。じゃん、ピルスナーっていうのかな、これ1貫ね270円します。セブンの中では一番高かったですね。まず乾杯しましょうか。もう皆さんあの飲みながら見てくださいね。はい、はい、じゃあピルスナーが入りました。じゃあまずは、皆さん乾杯しましょう。乾杯。あー、美味しい。まあね、あの駄菓子っていうと、昔これが好きだったとかあれが好きだったとか、まあ話になるじゃないですか。あのもう僕37なんですけど、味とかね、あの感じ方が違うと思うんで、昔好きだったものというよりは今どれが好きなのか、自分がね、それをねちょっと、知りたいなともいうところもありますんで、駄菓子を、何種類か、結構買ってきましたんで、食べながらいきたいと思いますよ。はい、くるちょもチャンネル。結構な品数あるんでね、パン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 いきますんで、どれが一番好きなのかね。いや、これ全部食えるかな、これ。どんどん食べていきましょう。ビール飲みながらね。俺ね、これ好きだ。これ今でもたまに食いますね。ポテトフライ。フライドチキン味。うまっ。これって結構な確率で壊れてるんで、流れこれ一番かもね。あ、これうまいわ。どんどんいくよ。うまい棒、今今度12円に上がるじゃないですか。でリスナーさんに教えてもらったので、エビマヨネーズ、いってみて。これ食ったことあるかな。うん、中華のエビマヨ食ったことないか分かんないんだけど、何味でか分かんないけどうまい。あ、これでビールに合う。あーで、うまい棒、サラミ味ですね。僕開けちゃった。あ、俺サラミの方が今のところ好きですね。このうまい棒の中だと1位は明太なんだけど、俺の中で3位ぐらいだな。サラミうまい。じゃあ続いて、まあ、しょっぱいのを続きます。こちらビッグカツ、みんな好きでしょこれ。でもね、俺そこまで好きじゃなかった。昔はうまいかなって思ってたけど、今食ってどうでしょう。カレー味ってこれとんかつソース味、なんかカレーっぽいなこれ。なんかね、皮膚食ってる。自分では買わないかもしれない。あ、今の感想よ。今どれも知らない状態で、思い出とか全く関係ない状態で、やばい、ビールなくなりそう。結構駄菓子とビールって合うね。美味しいわ。それでこちらもリスナーさんから、おすすめの、俺これよっちゃいかなんですけど、俺もうねそんなに食った覚えがなくて、あ、めっちゃイカだ。酸っぱ。あーでも懐かしいな。めっちゃうまいこれ。これ昔は当たり付きじゃなかったっけ。まあデキストに入ってるし。すっぺ。くるちょもチャンネル。じゃあ次ちょっと甘いのいってみようか。はい、続いてこちら、ヨーグルっていうのかな、サイダーヨーグルって書いてある。これね、俺嫌いだった記憶がある。あ、クリームなんだけど、噛むとねシャリシャリ言う。なんだこれ、なんだこれ。なるほどね、ごちそうさまです。
じゃあね、次。これは多分、みんな好きでしょ。ヤングドーナツでーす。これはよう食ってた。クリスピードーナツだとか、いろんな美味しいドーナツ屋さんありますんでね。そういうのを食べてきた上で、このヤングドーナツ。めちゃくちゃうまい。今んとここれ暫定1位です、これ。うまい。本格的なドーナツと一緒。駄菓子のレベルじゃないよね。結構ね、甘いのも多いんですけど、これ重そうだな。チョコケーキ、いってみたいと思います。なかなかの質量よ。あ、懐かしい。この薄さとさ、この程よい食感がいいよね、なんか。しなっとしてんだよね、ちょっとね。うん、これはうまい。いや、ヤングドーナツの方が上だな、俺的には。これもリスナーさんからのおすすめ。食ったことあると思うんだけど、チロルチョコのヌーガーっていうのかな。なんか一番多分シンプルな、チロルチョコっぽいんだけど。あ、キャラメリーですね、これ。あ、ヌーガーってこういうやつだっけ。チロルチョコって俺、きなこ餅ぐらいしか買わないんですけど、多分チロルチョコ全種類食った中の、4位ぐらいかな。美味しかった。パッパパッパいきますか。ピルスナうまい。買ってみて。くるくる。ないですけど、これこちら。小桜餅っていうのかな。小桜餅。もう俺はね、正直これ否定派だった気がします。さ、もっとさ、みっちみちに入ってなかったっけ。下の段が2段で、上の段が3段で、また2段3段。これ全部3333じゃなかったっけ昔。食感としては足のかかとの角質食ってる感じだけど、なんか女の子が好きそう。独断と偏見でいかしてもらいますね。これもね、リスナーさんから聞いた梅トラ兄弟。俺これはね、食ったことないです。俺の時代は多分なかった。見たことない。スモモ的な梅的な感じだよね。もう普通の。あ、めちゃくちゃうまい。この裏から見える感じだと、ちょっと柔らかめの梅なのかなと思ったら、完全にカリカリ梅です。俺、カリカリ梅が来ると思わなくて、カリカリの、心構えをしてなかったんですね。で、急にカリカリが来たもんだから、びっくりと美味しい。これうまいな。じゃあもう一品。俺これね、多分小学生時代一番好きだった。がこちらです。じゃじゃん。桜大根。大根の漬物ですね。これ俺よく食ってた気がしますね。うん。美味しそう。大根の漬物ですね。もうシンプル。いただきます。あ。まあまあうまいんだけど、酸っぱいな。むせそう。これいってみようか。パチパチマニック。俺の時代は多分ね、あったと思うんだけど、こういうパッケージじゃなかった気がするな。なんかなんかのカスみたいな。あー、おいしい。結構痛いねこれ。あー、おいしい。うー、やっても楽しい。これおいしい。はい、普通の時は買わないかな。俺がちょっとね、一番楽しみにしてたこちらですね。はい。じゃじゃん。チョコモナカですね。はい。俺食べたことないです。俺の時はなかった。俺の時はね、ヌーボーとか、こういう中になんかちょっとクランチっぽいさ、のが入ってるモナカはなかったの。俺の時は。ボロボロになってる。こんな感じです。じゃあいただきます。これ反則だよね。これ一番うまいな。あー、うまいなこれ。今んとここれ暫定1位です。うまい棒部門、2つね、ちょっと買ってたの、忘れてました。それがこちら、納豆味。俺多分ね、うまい棒
明太味の次にこれが一番好きだった。やばい、結構お腹いっぱい。これさ、ネバネバしいんですよね。食べると舌がネバついてきて、マジで納豆っぽいんだよね、これ。納豆うめえな。うまい棒部門、最後、シュガーラスク味。これ食べたことあったっけな、これ。いただきます。あ、もう別物だ。あ、これ穴開いてないんだね。本当に、シュガーラスク。美味しい。これうまいな。ちょもちょも、あとラスト2です。これタラタラしてんじゃねえよ。桜大根一番食ってたって言ったんですけど、桜大根の次にこれをよく食ってましたね。エスニック風味激辛味って書いてありますけどね、昔と舌がだいぶ変わってると思いますからね。結構辛いね、これうまいわ。もうよっちゃいんかと、まあ形状も結構似てるんだけど、こっちの方はなんか気軽に食えるっていうか味もこっちの方が好きかな、俺はやっぱ、小学生から37になっても舌変わってないようです。で最後にですね、用意しました、メニューはこちらです。じゃじゃん、駄菓子屋のペペロンチーノ。俺これ食べたことないんですよ。俺どっちかというと豚麺っていうさ、豚骨ラーメンまあ、よう食べてたんですけど、このペペロンチーノはちょっと食べた記憶がなくて、やばい、マジでガチ飯になってきたの。お湯入れてくる。ペペロンチーノ作ってまいりました。こんな感じです。こんな感じ。あ、溢れちゃう溢れちゃう。ビーラブ後藤巻、マジでペペロンチーノだな、これ。これ1位の可能性あるよ、これ。いただきます。これ最後です。これ食ってるやつ生意気なガキだな。めちゃくちゃうまいわ。これはうまいな。味がかなりガツンと効いてるんで、ちゃんとね、ちょっとニンニク感もあるんですよね。うん、あ、うまいな。これ50円とか60円とかそのレベルでしょ。やばいな、ガチ完食です。ちょい残しのビール、美味しかった。ごちそうさまです。クルチョモチャンネル。セブンで一番高いビール、ピルスナーと駄菓子の数々で飲んでみたんですけど、ピルスナーうまい、うまし、さすが270円、天下のセブンが置くだけある美味しい、で駄菓子はですね、めちゃくちゃ美味しかったし、ノスタルジックな感じになって、とランキングをあえてつけるのであれば、1位ペペロンチーノ、2位チョコモナカ、ザクザクのやつ、3位ヤングドーナツでした、もし皆さんのね好きな駄菓子が今日なかったら、下のコメント欄の方に、書いていただければ買って食べてみたいと思いますので、駄菓子企画第2弾もやろうかなと思います。はい、今日はですね、ゆでくるぶしが、このピルスナーと、駄菓子いろいろ食べてみてお送りしました。ありがとうございます。サンキュー。僕らを支えてくれる人たちがいるから、また共に歩こう。ノスタルジックな、気持ちにさせてもらいました。